お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、もう皆さんがもう大好きな、大好きな、大好きなね、デッキです。というわけで、こちらのね、こやこやメガナイトデッキをですね、今回は紹介しようと思うんですけど、これ一時期ね、これめちゃくちゃ流行ったデッキなんですけど、皆さん覚えてますかね？結構フチパイセンが、フチさんがね、世界大会に出た時に、その世界大会で準優勝だった人が使ってたデッキで、その後にめちゃくちゃ流行ったんですけど、だから、なんか2年前は言い過ぎか、1年半前ぐらいかな、とかに、もうめちゃくちゃね、流行ったこちらのデッキでございます。で、これが今ね、また流行り出してきているというわけで、このね、デッキも言っちゃうと、言い過ぎじゃねってなるかもしれないですけど、守ってるだけで勝てます。はい。ちょっと言い過ぎたかなっていうので、こちらね、早速やっていきたいなと思います。 で、本当にムートが強化されて、しかも今なんか小屋がね、ちょっと増えてきてるんですよね。この小屋小屋オーブンプラスのおっとオーブンプラスの五分小屋のこのね、2枚小屋デッキが最近増えてきてるんで、ワンチャンミラーか、ワンチャン同じデッキ対決だったらさすがにびっくりしますけど、まあないですね、さすがに。はい。というわけで、ホバリングだったら、多分ホグとかはないと思うんで、普通にね、この位置に、まあ、基本的に、この位置と後ろですね、後ろとこの位置に、小屋を常に置いていくと、こんな感じにね、ポイズ打たれちゃうんですけど、打たれたら打たれたで、もう一個のね、もう一個のこっちのオーブが生き残るんでね。ホバというの、ロイホグかな？ロイホグだったら、オーブンは前の方がいいんですけど、メガナイトがあるんで、はい、これですね。これもう、はい、ポイッと。これだけで相手、しかも今、ロイホグとホバリングされてるんですよ。ってことは、コストが結構ないんですよね。今、2、3、あって3とか。だから、ここの、ホバリングをあえて守らずに攻めると、攻めたかったんですけど、防衛最強カード、アウトローをちょっと突破できなかったですね。はい。今、これもう7ワードぐらい取ってますね。言い過ぎじゃねっていうかもなんですけど、本当です。7ワードぐらい取ってるんですけど、僕、することないんで、後ろから、これね、ホバリングちょっともったいないですけどね、せっかく取った後が。まあでも、はい、こんな感じで、あと小屋置いていきます。で、また小屋置きたいですね。多分相手のホバリングが上から来るか、有能がここで走ってくるかな。ミリ残りの五分側に突進させて、突進っていうのは一体やろうとしてると思うんですけど、来ないですね。はい。というわけで、ポイズン打ったんで、後ろからムートとかね、オーブンとかを、まあ、出したり置いたりしていきます。もう基本的にこの小屋置いて、ユニット出して、まあ、守って、小屋置いてを無限に繰り返すと、僕の勝ちがきます。気づいたら、あれって、なんか相手苦しそうじゃねっていう時がきます。よいしょ、相手これメガナイトローグ。いいな、いいデッキだな。ワイも使いたい。で、これアウトローグきますね。ほい。あ、ごめんなさい。ちょっとエイムの調子が悪いですね、今日は。で、この言うのは普通にタルート受けて、で、やっぱ小屋置くとポイズン打たれて痛いから置きたくないってなるかもしれないんですけど、これ我慢して置いてください。相手がファイブポイズンだとちょっと考えた方がいいかもしれないんですけど、基本的にこのポイズンだけだった時に置いた方がいいんですよ。圧倒的にこの小屋にポイズン打たれてダメージ受けるから、あんま良くないように見えるんですけど、実はめちゃくちゃいいんですよね。なぜなら、ホバリングとかムートをこう出しやすくなって、こう攻めの形がすごい作りやすくなるんですよね。今相手ポイズン打ってるんで、こうやってね、こう形を作れますね。よいしょ。で、またポイズン打ってるんですけど、これ相手やってますね、これ。このポイズンによって、ここでメガナイト相手は出せるんですけど、この後衛のホバとメガゴを、横からガゴで殴るかな。そう、これは処理できないんですよね、結構後衛が。今の相手の無理やりね、ポイズン打ったことによって。なんで、ここは、今チャンスなんで、しっかりここで相手の甘えたポイズンを見極めて、こんな感じで後ろからホバリングとか、ムートとかを追加すると、まあ、突破できるって感じですね。なんで、もう耐えて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 最後にバーンって感じです。はい。雑か？ はい。で、本当にだから基本的に守ってるだけですね。守ってるだけ。今本当に守ってるだけで、まあ、最後にね、ちょっとユニット追加をしたんですけど、まあ、本当にそれだけですね。相手がなんかめちゃくちゃスペル打ってきたりとか、端前からいっぱい出して攻めてきたりとかしたら、もう、ね、メガナイトでドーンの後ろにつけて終わりって感じですね。
はい、なんで基本的には小屋置きですね。どれだけ小屋を置いて我慢できるかが結構勝負になる、勝負の鍵になるんじゃないかなと思います。というわけで、とりあえずね、小屋置いていきます。本当に小屋置くだけですね。一応ワンテンポ待って、待ったらタルババとかを捨ててくれる可能性があるんですけど、ないですね。はい、置きます。でこれもしホグ来たら、うん、まあ普通にメガゴーか、まあムートでもいいし、タルでもいいし、なんかで守って、メガゴー、まあわかんないですね。このメガゴーはもうエレキ、こっちでポイズンしますか。これあのエレキ、なるほど。これあのムートがワンチャン壊してくれたらと思ったけど、壊れないや。よいしょ。ここはまあ普通に防衛して、まあこれだけで我慢ですね。ここでなんかホバリング追加したりとかは良くないです。良くないです。できるだけ小屋をまず貯めるっていうことを第一目標としてやっていきたいですね。なんでとりあえず小屋を置きます。はい、というわけでポチで、相手はロイチャイでメガゴエレキだったから、多分テンプレ、はい、ベビーのテンプレですね。あ、レベルが低いやりますね。なかなかやりますね。で、ここの小屋をしっかりね、こんな感じで、自陣に入って自分のタワーが殴るときにユニットを出して延命していきます。で、ここで小屋を置きます。ワンチャンポイズン打ってもよかったっちゃよかったかもしれないけど、この小屋対決で絶対勝てるんで、で、このムートをこの辺に出しとけば、オーブン殴った後に、あ、ワンチャンこのメガゴが殴ってくれて、ムートがね、壊れた後、大砲施設になるんですよね。そう、そしたらワンチャンロイジャイのターゲットも取ってくれたかもしれないですけども、まあまあまあと。はい。で、ここは、相手ロイジャイ出してたんで、で、僕、小屋置きたいんですけど、小屋が回ってないんで、攻めたるババしてからの小屋でもいいですし、僕みたいなこんな感じでね、メガナイト先に出しちゃってもいいかなと思います。で、このエレキはタルだけで一応処理して、まあ、ホバの逆最強でもよかったですけどね。おぶね、おぶね、なんか出してたら今やられてましたね。これ延命したい。ワイのメガゴ、ワイのメガゴ。あは。で、これホバリング残ってるのが相手にめちゃくちゃ辛いんで、こういうところで攻めていきます。これは、まあいい感じにランバーで抑えられるんですけど、その代わりにホバリング今入ってるんで、この攻めるタイミングが若干むずいかもしんないんですけど、もうこれさえ逆にできれば勝てますね。本当にこれさえできれば。よいしょ。で、まあ、これは右にただ攻めたかったんで、右にね、プレッシャーのかかるホバリング出しつつ、小屋を置いていきます。よいしょ。今ここ、下に置いたのは、上に置いたら、相手のベビドラでね、ワンチャンちょっと殴られるのが嫌だったんで、ここに置きました。で、またオーブンが回ったんで、ここを置きます。はい。本当にほぼこれ、ほぼ持ってるだけで、エレキとか来たら、まあ、あれ打ちたいですね。なんだ忘れた。ポイズンだ。ポイズン。よし、これも適当にこう、守って、ライトニングだけ一応ね、考えて。はい。で、小屋を置きます。あと610なんで、多分気づいたら勝てますね、これは。ポイズンが3周で落ちるんで、一応、このデッキ、最後の最後に削りきれないっていうことがたまにあるんで、そこだけ気をつけていきたいんですけど、これちょっと相手ライトニングってアド取ってるんで、後ろからメガナイトします。まあ、しなくても勝てますね。これで相手最後ロイジャイで攻めてくるから、しっかり守ってあげて、よいしょ。で、これムートのカウンターもあって、このね、ロイジェイのメガナイトもあるんで、相手多分、両方止めるのは、さすがにね、困難かなと思います。というわけで、勝ちましたね。これ、よいしょ。ポイズンって削りですね。ヤリゴブリンが入る。いや!いや、マジで、このデッキ僕めちゃくちゃ好きなんですよ、これ。結構なんか、ライキさんとかが動画でも言ってたんですけど、僕、イモ系のデッキが結構大好きなんで、こういう小屋置いて、様子見てから、なんか攻める系のデッキめちゃくちゃ好きなんですよ。なんで、これはすごい嬉しいですね。僕にとってもめちゃくちゃ嬉しい。多分みんなもね、好きだと思うんで、勝手に決めちゃってますけど、こういう小屋系ね。これぶつかり合うかな。OK。で、これも、ちょっと早、来た。マジ?来たっすね。いよいよ。こうなっちゃいましたね。皆さん、バトルする際はお気をつけてください。未来になります。うわー、これなー。相手がポイズン打ってきたんで、僕もポイズン打ちたいですね。ってことで、相手は前のオーブンに打ったんですけど、僕は後ろの五分越えに置きます。打ちます。理由としては、
理由としては正直どっちでもいい、好みが分かれるんですけど、先にオーブンだけを壊すか、後ろのね、ゴブ小屋を壊しておくことによって、この小屋が2個なくなった時に僕のゴブ小屋だけちょっと残るっていう、ね、これはちょっとむずいところでありますねって、違うやん。なんだこれ。なんだこれ相手。相手も、あれお前も違うやんって感じですね。でもこれホバリングの方がなんか良さげじゃないですか、これだって。鬱陶しそう。だから僕ホバリング好きなんですけど。よいしょ。で、これまたこのオーブンは、結構気づいたら壊れるんで、僕は後ろのね、このあれにゴブ小屋にねポイズンっていきます。多分相手これ辛いグッドゲームだと思いますね。こうなった時に相手これ前にオーブンって、前のオーブンにポイズンってるんですけど、圧倒的に小屋が後半ちょっとでもね残った方が、まあ、いいと思うん で相手のデッキがビビメガゴなんで、多分ゴブジャイ説がある。ゴブジャイプリンスとかかな。いやわかんねえ、多分ゴブジャイじゃないのかな、なんかロイジャイ、まあジャイでしょうねって感じなんですけど、なんかの。相手今ポイズン咲いてるんで、普通にこのホバとかこの辺が、これちょっと許容してもいい。オッケーオッケー。でもこの辺の体育がだるい。普通に今8枚目がないと言ってよかったですね。8枚目がないと言ったら、メガゴホバでポイズンも咲いてるんで、相手防衛できなかったですね。よいしょ。Y の、Y 辺の小物たち頑張ってくれ。こうファイスピー受けたくない気持ち。オッケー。オッケー。よし。ここはゴブ小屋ワイプとかしたいんでポイズン打ちます。これ勝てそうですね。もう後ろ目がないでやっちゃっていいっすね。後ろ目がないでやっちゃって、これに相手の中身がまだ分かんないんですけど、これ逆サイロイジャー来た時にどう守るかは、この逆サイ系全部あるんで、このデッキ逆サイムーと逆サイホバで全部許容できますね。これゴブジャイですね相手。よいしょ。でこれまあボーポイ、ここでポイズン使ってくれることによって、これホバリングの良さですね。後ろにね、その小屋をね、置けるっていう。これもね、別に何も怖くない。何も怖くない。ほぼ出してないですね、僕ユニット。痛い。何も出さなかったから、ちょっとだけ入りましたけど、まあ、こんぐらいは、許容もなりますね。うわ、当たんないですね。ゴブ小屋とかしたいんで、僕は。結構好み分かれますけどね、本当に。うわー、これは、ワンチャン後ろ目がゴーとかの様子見るのが良かったかな。まあ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 。まあまあまあ。相手今ポイズン咲きましたというわけで、チャンスですね。ここを後ろしっかり重ねて、多分、なんかでタグ取ってくるかな。よいしょ。これチャンスですね。結構チャンスですね。あ、ムート残れ。ムート残ると、絶対うざい。絶対うざい。絶対うざい。オッケー？グッドゲーム？グッドゲームとは？いや、いい。いい。わかんねえから、ちょっと一回小屋置いて、一回小屋置いているうちに、このダメージがね、さっさ、はい。小屋置き対決、制しましたね。まあ、基本的に、僕のおすすめは、小屋2個置かれたときは、後ろ、できるだけ後ろのやつに置きたい。か、五分小屋。オーブンの方が、多分早く壊れるんですよ。50秒。で、あ、一緒だった。一緒だった。いや、申し訳ない。申し訳ない。なら、後から置いた方が、いや、後ろの方がいいですね。個人的には。前だとなんかのユニットとかで、まあ、この小屋を使う場合なら、そのホバとか、このオーブンとか、ヤリゴブリン、ゴブリンから出た、小屋から出たヤリゴブリンとかで、前のね、小屋にはダメージ与えれるんで、後ろの施設にできるだけやっぱポイズンしたいですね。ミラー対決だと。はい。ってな感じで、いや、これめっちゃ楽しいから、もう何戦もやりたいですね、これ。もう何戦もやりたいんですけど、今日こんな感じで終わりにしてやろうかなという感じです。はい。はい。なんで、これマジで、皆さん、おすすめです。いつも言ってるんですけど、これね、楽なんで、小屋置いて休憩しまくれるんで、ぜひね、こちら使ってみてください。というわけで、最近 YouTube、最近結構時間ができたんで、韓国忙しかったんですけど、日本に帰って、最近結構時間ができたんで、YouTube のコメントを結構返信するようにしてます。暇人なんでね。なんでなんか、まあ、まともな返信が来るとは限らないんですけど、ぜひYouTube のコメントぜひぜひ皆さんしてみてください。今なら多分僕が返すんでね。できるだけです。はい。なんで、まあそんな感じでね、今日こんな感じ、終わりたいと思います。では、皆さん、またね、バイバーイ。